驚愕。平野紫耀が明かす、普段の姿とは裏腹の一面が覗ける最新写真とはこんにちは、みんな。3月1日、平野紫耀が自身のインスタグラムに、幸せそうな笑顔でカメラに向かっているクローズアップ写真を投稿しました。この瞬間、彼の日常の幸せな感情を垣間見ることができました。彼の瞬間の喜びと成功に焦点を当て、ファンとの絆。 そして彼の人生における挑戦に対する共感を掘り下げてみましょう。写真には陽気な表情が溢れ、まるで彼が成功への軌道に乗り戻ったことを祝っているかのようです。最近の彼の活躍に満足感を覚え、その成功への道において彼を支えてくれたのは何よりもファンの皆さんでした。彼は言います。人生の困難や困難を克服するのはファンの皆さんと共にだからこそ可能だった。 平野の修行は最近の成功に非常に満足しているようで、その中でもファンの存在が彼を支えてきたことを強調しています。人生の困難や迷いに直面した時、彼がファンと共有する瞬間は、彼らが同じ経験を通して助け合い、成長していく特別な瞬間です。そんな絆が、紫輝くんが日々の困難を乗り越える力を与えているのでしょう。 紫テルさんの日常には、私たちが知らなかった様々な側面があります。例えば、スーパーでのお買い物や、彼が質問箱に答える姿勢など、日常生活からの一瞬を垣間見ることができるんですね。その一方で、彼がお城に住んでいるかどうかは謎めいています。カゴやカートを使ったシーンを想像すると、なんとも可愛らしい光景が浮かび上がってきます。さらに、彼の人気には驚きが隠れています。 企業やブランドの愛を受ける一方で、彼はオタク文化とも親しみを持ち、その姿勢はファンにとってはまさに最高の一瞬となっています。紫テルさんが普段の言葉でコミュニケーションをとることは、ファンにとって至福の時、彼のおはようの一言で、心が満たされ、幸福感に包まれることは間違いありません。そして、質問箱が開かれると、ファンの中には一気にワクワクが広がります。例えば、 少年からのおはようメッセージや、マコプロの開始など、彼のストーリーには、いつも驚きと楽しさが詰まっています。ファンからの質問に答える姿勢は、彼の真摯な一面を見せてくれますね。最後に、彼が今ご飯を食べている場面。その姿を想像するだけで、私たちも微笑ましい気持ちに包まれます。紫テルさんの日常を垣間見ることで、彼の人柄や普段の様子がより身近に感じられるのは、 ファンにとっては本当に特別な瞬間なのでしょう。そうじて、紫テルさんの日常には多くの感動や笑顔が詰まっています。彼のファンである私たちは、彼の成功や幸福を共に喜び、日常の一瞬一瞬を楽しむことができることに感謝しています。これからも彼の輝く瞬間を見逃さず、共に歩んでいけることを楽しみにしていますね。最後に、紫輝くんとファンの心温まる交流が、 日常生活においても、私たちが困難に立ち向かう勇気や力を与えてくれることでしょう。平野志様の一瞬の幸せが、コミュニティ全体に広がり、新しい一日のエネルギーとなっていくことを期待しています。みんなも、彼と一緒に日常の中に幸せを見つけてみませんか